静かなる防衛の時間です。双流型潜水艦に見る X カジドステルス性能、進化し続ける技術の先には、双流型潜水艦から X カジド採用されています。この X カジド、まさに X に見えるので X カジドと名付けられました。以前は十字カジド、双流型以前は十字架に変更されての配置になっています。何が違うか、まず操作性、安定性が向上した。双流型潜水艦になり、操縦がより安定しているということです。これにより航行がよりしやすくなり、操縦桿を握った時に隊員へのプレッシャーも少なくなっています。それにトラブルにも強い。一つが故障や破損など障害を受けた場合、X カジの方が進める。十字カジだとやはりどこかが損傷してしまうと操作がしにくくなるんです。あと潜水艦のバランスですね。バランスが良くなる。この潜水艦の舵一つとっても性能は向上。より潜航した時の安定性が上がるということです。この X カジになる前にやはりいろいろトラブルがあり、十字カジではダメという見解が出ています。それに見た目がやはりかっこいいですね。双流型を見分けるにはここの X カジを見ればすぐにわかるんですが、X カジのこの独立したシリンダー操作でより安定した任務が行えます。
それと双流型潜水艦の特徴として、ステルス性、ステルスですが、やはり外観の曲面、曲線になっている方がよりステルス性能は上がります。それに一番見つからない見つからないことへの追求ですね。ステルス性向上させて、音も出さない、音が出ないということは見つからないということになります。双流型潜水艦のやはりボディの作りが毎回毎回向上しているのは見てわかるところです。やはり潜水艦で一番重要な任務、ソナーマン、音を探知する、は非常に役割が大きいです。やはり敵艦の音を探る、敵艦の位置を探ることもできる。日本の潜水艦は世界でトップクラスと言われています。それはやはり音に対するこだわりがあり、この音が出さない、探知するというところを徹底しています。海底で潜水艦が音を探知する、なかなか音を聞くだけでも難しい。しかも他の船からも見つからないようにしなければいけない。
潜水艦の、役割はかなり日本にとっては大きい防衛力の一つです。日本が得意なのは子孫で、待ち受ける作戦が得意です。今からでも待ち受け作戦は結構使われているようです。特に尖閣諸島周辺では、常に3隻は任務に当たっているのではと言われているぐらいあります。尖閣諸島で潜んで待ち受ける、この戦法はうまくいくでしょう。それに対馬あたりでも潜水艦は任務に当たっているとも言われます。まだまだやはり最新鋭の潜水艦は必要になってくるのではないでしょうか。双竜型12番艦まで で、その後また潜水艦建造計画が始まるでしょう。11番と12番はリチウムに変更されている、リチウムイオン電池に変更、これでパワーも時間も同時に手に入れた夢の潜水艦となっています。あとはどれぐらい任務をこなせるかにかかってくるでしょう。ご視聴ありがとうございました。新しいチャンネル作ったんで、よかったら登録お願いします。